半からって言った？私は9時から。もう始めちゃった。いいですよもう始めちゃってます。こんにちは。積み上げましょう。ご飯すっごい匂い混ざっていろんな匂いがする匂い混ざってる。今日はおう、うわ、水島美優です。ですと言います。水島美優と言います。リップ塗ってない。え、うちいつも塗ってない。騒がしい騒がしい。アルビオさんのいい匂いする。これでしょ？でもそれにすればよかった。いやでもドリアもうまそう。人のものすぐ食べたくなる。そう、人のものって食べたくなっちゃう。今からご飯を食べながら食べたいと思います。本日のうまそう。パスタとおでん。おでん今年初。おでん、おでん美味しいんですか？おでん美味しいよ。おでんなんか食わず嫌いしてる。もったいない。ガンモは好き。北海道なのに。ガンモは好きです。好きそうじわくてするから好きそう。でもおでんはあんま食べたことない。北海道何おでんが好きなんですか？北海道なのに関係ない。絶対に関係がない。北海道なのに。北海道なのに。おでんの産地ってどこなんだ？わかんない。何おでんって何？おでんの具材。はい、今日ははんぺん。はんぺん食べたことないですよ私。めっちゃ美味しいよ。人生で一回も食べたことない。めっちゃ美味しい。だしの味でもお魚さん。ちょい山。そう、ちょい山です。いただきます。北海道寒いから思って横派だ。ハルピョーさんは横派。今日ははんぺん見て見て真っ白。ミユみたいに真っ白。真っ白。ミユみたい。ミユみたい。ミユみたいだ。やったね。てか出汁が、おでんの出汁が好きなんですよ。どんな匂い嗅ぎたい？あー魚の匂い。だからおでんを食べます。美味しい匂いがしました。出汁がうまい。なんか画質がいい。何？14です。うん？うちのよりいいじゃん絶対。12だよ。え？私なんか良くないですね。良くないです。なんでだろう。ミズミン食わず嫌い。じゃあ人参も食べれるじゃん。やだ。人参は食べたけど無理だったやつ。人参も食べれるじゃん。人参はハルピョンさんにあげます。人参も食べれるやつじゃん。じゃあチョコ食べれますか？チョコ食べれないですよね。無理です。帰ってきた。チョコ食べれないです、ね、無理です。じゃあ私が作った手作りのチョコも、ね、無理。チョコ何？生チョコ。あ無理。え、私が愛情込めて作っても食べてくれないんですか？いつか作ろう。2月14日レッスンあるから。え、今年あるんですか？ドボンの。じゃあ生チョコ作っていきますね。やだ食べれない。待っててください。食べれない。ぜひ待ってて。絶対食べれない。いや食べ、うん、食べますよね。おいしそう。ドリア。ドリアもいいね。いいね。あったかいもの最高。始めたらダメなの？怒られる？ファンの人に。フライングって言われちゃう。いいじゃん。え、こんなでっかいことあります？この薬でっかいことある。こんなでっかい。え、もうちょっとなんか薄くなかった、うん、頑張って。こんなでっかいこと。こんなでっかかったっけ。あ、まあ、ドラえもんみたいだって。
ドリアン。ドリアン。違う、得意なモノマネはプーさんのモノマネ。どうぞ。みんな見てない。見てない。見てない。違う。音声だけです。あ、いいですよ。いきますよ。ハチミツ食べたいな。うまい。うまい。これが私のめっちゃうまい。史上最高のモノマネ。いきますね。ミもできる、それは。それはミもできる。あは、あは、ダメダメ。僕ミッキーだよ。言似てる。言わないよ、ミッキー。ミッキー自分で自己紹介しないよ。あれ誰でしたっけ、自己紹介するの。いや、ミッキーですよ。え、ミッキー、僕ミッキーだよなんて言いますよ。え、ミッキーは自己紹介して。あれ、本当にみずみんの蜂蜜食べたいときにあれ水島みゆうだったからいただきます。配信してないのにいただきますって自分のカメラに向かって言ったらかわいい。おもろい。熱い。猫舌食べたから一緒にいれば一緒にいるほどおもろいっす。おもろくはないんですよ。面白くない。おもろい。面白い発言できないかな。そう、発言とかじゃない、なんか行動が面白い。え、暑いから。お腹すいた。お腹すいた。大丈夫、うちのファンの人たちはうちのお腹の音聞き慣れてるから。うちもめっちゃ鳴らしてます、うん、これは今日失敗しちゃった。短くなったね、やっぱ。そうなんです。めっちゃ。どっちが好きですか、長いのか短いのか。どっちも好きです、うん、まあ、水島みゆっていう生命体が、はい、もう水民がいれば、もうありがとう、ありがとう。水民とコラボ初、初です、初です、初です。ハルピオさん、これじゃ入らない。こうだ、入りに行くよ。入りに行く。いただきます。あ、紙巻いた。こっちに喋ってた。やってない。まだ始めてないのに、こっちが始まってます。こっちです、今は。今完全にこっちにしました。なんか髪巻いてる風なんですけど、寝癖です、すいません。え、なぬ、めっちゃキシキシ。でも今髪巻きめっちゃ解いても来てない今日。解いては来てください。さすがに、さすがに解いては来る。解いても来てない。アイロンもしてない。それでこれをすごい、もうこれで来ちゃった。もういいやと思って。レッスンしたらすぐ絡まっちゃう。遅いから髪が。うん、もう食べたんですか。え、まだあるよ。びっくりした、ま、え、なんかわく、え、食べてみ、食べていいんですか。いいよ。なんだこれ、謎の生命体みたいな。生命体やった。みずみんの初はんぺん切っていいですか。いいよ。どれだけでも切って。でもちょっと大きかったから、どれだけでも大きく食べて。やった、いただきます。どうしよう、めっちゃ微妙な顔されたら。うん、いなくなる。え、美味しいかもしれない。美味しいでしょ。美味しいんだよ。おでんって美味しいかもしれない。美味しいんだよ。今日の夜おでんにしよう。やった。え、おでんは美味しい。え、いなくなった。いなくなるんです。雲だ、雲。雲です。雲みたい。好きそう。ホテちゃん好きそう。ホテちゃん好きそう。ホテちゃんでもあの可愛いものじゃなくてレッドブルとかいかついものが好きだから。スルメとか。スルメとか好み合うわ。スルメ大好き。スルメ大好き。昨日食べました。うん、うん、ほんぱ。昨日食べました。え、あ、始めよう。始まる、始まります。ネズミの配信も。ほ、これ気になる。え、なんか冬っておでん食べるイメージ。見て、フォローしてるから。え、通知来た。やった。こんばんは、こんにちはだ。こんにちは。見たことある名前いるな。あれあれ、見たことある名前いるな。こんにちは。通知来た。ハルピョンさんと初めての。見て、あ、いいよ、ごめん。あ、これ見て。指針、水島みゆ MM。 これ自分で塗ってくれたって。自分で塗った。天才。自分で塗った。ここだけ
大変そう。こんなハルビョンさんが上手に縫えるわけがない。いやいやいや、こんな上手に縫えるわけがない。ここだけ MM、 しかもこれ気づいたのミエだし。手芸調理部だったんだから、うち家庭部だったんだから、昔ハルビョンさんが。1年生だけ、高1だけやめちゃった。やめちゃった。あれ高1だけ。ちょっとこんにちは、文化部に合わなかった。ご飯食べます。今日はねドリアです。ドリアでした。ちょっとだけバブシマさん、いや完全なるバブシマさん。バブシマうるちゃんありがとう。バブシマミユ、暑いかなまだ。パスタ、うんうんうん、絶対うまい。だってドリアだもん、うんうん、何ドリア。エビドリア。ナポリタンうま、うん、うん、最近メイクでしか配信してなかったから珍しいか。毎日すっぴん。毎日、でもすっぴんで入れるときはすっぴん。毎日じゃないと肌荒れちゃう。おしとランチ、なんおしとランチ。マイトさんありがとう。おしとランチしてるって。おしとランチ。おしとランチ。コンビニだけど。でも今度ご飯行きます。約束しましたもん。約束した。行ける日あれば。行きます絶対。え、しゃぶしゃぶにしません？うん、何でもいいよ。ほんと、うん、しゃぶしゃぶがいい。オッケー、しゃぶしゃぶ行こう。さっきあんなにあんなにオムライス屋さん調べたのに。めっちゃ調べた。さっきしゃぶ用行きたいって言ってた。しゃぶ用がいい。やっぱしゃぶ用にしよう。でもいい。またオムライスは今度。確かにオムライスは今度ね。でもわかんない、その日はオムライスの気分かもしれない。今日、今は、今はしゃぶしゃぶの気分ね。気分、次会った時は、そのご飯行こうって言ってる日はもしかしたらオムライスの気分かもしれないし、もしかしたらうどんになってるかもしれない。ナポリタンかもしれない。ナポリタンおでんかもしれない。困っちゃうな。困っちゃう。いいんです、どこでも。カレー屋さんじゃなければ行く。辛いの苦手だから。このカレー屋さん、そこのカレーは美味しい。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ好き。甘口してくれるから。うんふん、鼻水とかも離脱。うん、恥ずかしいから外カメにしよう。やばく大丈夫、うちの外カメになんないから。本当だ。あ、すごい考えてる。考えてるよ。うん、しゃぶしゃぶいいな。一緒に行きますか。いやだ。かわいそう。かわいそう。リズミンのファンかわいそう。マックのスパビー食べたことない。スパビー、え、なんかマックの今のナゲットのやつめっちゃ気になってます。ナゲット、なんかソース、なんか黒胡椒みたいな。でも結果普通のが一番うまい。うん。え、どっちですか。ん、どっち派ですか。マスタードか。はい。悩むな。どっちも欲しいけど、もう絶対どっちか一個って言われたらバーベキュー。うん、バーベキューで友達いました。おいがこごかいます。ありがとうございます。バーベキューですね、やっぱり。なんかあのソースをなんか食べに行くために行くみたいな。わかる、バーベキューですよね。でも私マスタードも好きなんですよ。マスタードはちょっと食べれないです。え、あのマスタードは行きます。でもみゆもマスタードは苦手だけど、あのマスタードは食べれます。いや絶対食べれる。いや、一口はいける。うん、食べたことある。一口はいけたけど、なんかもういいや。バーベキューがいい。ああ。確かに。バーベキューは正義。このナポリタンめっちゃさ、太麺だからさ、負けない。そう、負けない。もう箸で食べようかな。うん、うん。水ぴ
料落ち葉制作中ドファンに向けてだってやった。え、この間会いに来てくれた人じゃない？うん、こんにちは。イカ飯の耳、ソハルピョンさんが今セブンで売ってるイカ飯のおにぎりが好きって言ってくれて、好き、私の、あの北海道、私の地元の近くですよって。イカ飯の耳が美味しいんですよ。イカ飯の耳、食パンの耳ってこと？イカの耳。あ、イカの耳か。この三角のここが美味しい。ここが美味しいの？今度買ってきますね。やった。ロイズはいらない。ん？ロイズはいらない、うん、食べてもらいました。ロイズはいらないよ、チョコレートだから。この間食べたけど美味しかった。え、美味しいでしょ。私だっておすすめしたもん、ウィーバースで。え、イカ飯？え、そんな美味しいんだ。美味しいです。買って、じゃあ今日はイカ飯おにぎりとおでん帰り夜夜でも何時に帰る？そうだよ、何時か分かんないんだよ。イカ飯の耳は煮物？セブンです。煮物？煮物なのあれ？煮物って何？煮物って煮物。里芋と一緒にあるじゃん、よく。え、じゃああれイカの耳本物じゃないって？ん？イカ飯の耳だけだったら煮物でも食べれるよねって話じゃない？うん、なるほどか。いや違う。違うらしい。イカ飯の耳がいい。煮物と偽物は違うようだ。おもろいじゃん。おもろいこと言うやん。おもろい、おもろい人だ。関西の人だ。筑前煮とか、私煮物あんま食べたことないかも。自分で。煮物美味しいよ。お家であんまり出なかったか。煮物大好き。里芋の煮物大好き。一番好き。うん、里芋美味しい。一番好き。もうナポリタン箸で食べます。ちょっとこれ難しそう。しかもツルツルだ。難しかったです。翻訳してくれるの助かる。話通じないんで。なんか、うん、昔からなんか和食に対して食わず嫌いがすごくて、うん、だから多分お家であんま出なかった。私が食べない。あ、食べないより。だからおでんも食べなかった。なんで？でも後悔してます今。なんで？なんでこんな美味しかったのに食べなかったの？こんな温まるのに冬に。なんで？なんで？何してたんだ？うん、肉じゃがも煮物だよって。じゃあ食べたことある。肉じゃがは好き。和食？魚とか？焼き魚？鮭好き。うん。北海道。全部北海道にしたい。何でも北海道、何でもあると思ってる。北海道何でもある、でっかいから。北海道、北海道だって。北海道のでかさばかな、知らなかったじゃないですか。北海道めっちゃでかいって知ってました？北海道って木星と同じ大きさらしいです。本当？絶対そんなわけなくない？誰が言ってた？ホテちゃんか誰かと言ってた。いや待って信じれん。言ってそう。北海道木星と一緒なんですよ。本当だと思う。木星？ホテちゃんじゃなかったっけ？誰かが言ってましたよ。北海道ってめっちゃでかいですよね。だって北海道じゃないよ、間違えた。木星ってめっちゃでかいですよね。あれ、木星ってめっちゃでかいんだよ。地球より木星の方が大きいらしいら。あれだって、いや、嘘、土星とかじゃない？土星か。土星の真っ赤なしとかじゃない？あれ、北海道大きさ、あれ、星、天体系、星なんて言ってた。いや、もしかしたら持ったかもしれん。そうですよね。だってうち木星めっちゃでかいって覚え、なんか水金地下木土天海。はい、私これだけはね、これだけは言える、自信持って言える。ほら、木星ってこんなでかいんだよ。あ、土星もめっちゃでかかった、ごめん。火星とかじゃない？これ地球、木星、地球ちっちゃい。地球ちっちゃい。火星じゃん。水星？地球ちっちゃ。こんなちっちゃいの？
い、みずみんが地球バカにし始めました。地球ちっちゃい、この中に何億もの人間が住んでると考えたら地球は偉大だ。太陽と比べたらめちゃちっちゃ。太陽ってでかい、うん、太陽めちゃでかい。地球ちっちゃ、うん、びっくりしちゃった。じゃあ見えたちってこんなんなんですね、うん、太陽から見たらこんな、うんうんうん、こんなんか、うん、すごい。太陽すぎる。北海道めっちゃでかいんだ。北海道でかいです。だって関東で言ったら多分大阪と青森から大阪ぐらいまでありますよ。絶対に。絶対嘘。これさっきも言ってたけど絶対嘘。絶対にある。そんなだって絶対にある。じゃあ日本北海道3個分ぐらいってこと。はい。だって私函館なんですけど、うん、端っこ北海道の、うん、から札幌の、札幌ってここら辺にあるんです。北海道がこれぐらいだとしたら、はいはいはい、札幌がここで函館がここで、はいはいはい、ここまで5時間かかるんですよ。はい、車で、はい、ってことはここまで行くのにまた5時間、まあ、10時間ってことは青森から大阪まで10時間ですよね。本当。絶対そう。本当に言ってます。絶対そうですよね。東京から名古屋ぐらいだって。うん。絶対そんなでかくないって。ん？北海道。ん？北海道。北海道。近畿が隠れるぐらいは。え？待って。どっち？まあいいよ。え？だって10時間ぐらいかかりますよ。端っこから端っこまで。もっとかかるか。東京から青森まで8時間。じゃああと2時間しか行けないじゃん。本当だ。あれ。あと2時間しか行けない。でも2時間で大阪ぐらいまで行けます。行ける行ける。じゃあやっぱりそうだ。新幹線だって。車めっちゃぶっ飛ばしやん。札幌から函館が東京名古屋。あってことは本当にそうじゃない？大阪まで行くじゃん。行きますよね。行くじゃん。え？ほんちょっと待って、嘘だ。でもマジででかいですよ。だって地図見てもでかくないですか、うんうん、北海道だけは絶対パズルではめられるもん。パズルマジ。青森から関東ぐらいでしたって言われた。北海道え？むずい。なんて調べたらいいんだろう。北海道青森って調べたら北海道から青森まで出てきちゃう。北海道の大きさ本州、うん、北海道大きさ本州日本の領土は北海道5個分。こんな感じです。東京から大阪だって。ああ、青森からではなかったか。東京から大阪で富山も含まれちゃいます。お、あら、追い風がある。うわ、入っちゃう。でかめちゃでか。とりあえずめちゃでかです。うんうんうん。ナポリタン美味しいけど食べにくい。いいよ。なんていい匂い。マジで美味しそう。めっちゃ美味しそう。目盛り癖あるかもしれない。うん。だって北海道と木星一緒でしょ。言われたんですよ。でも絶対に言ってたんかな。地球これで木星これなのに北海道と一緒。飛び出てる。オーバーオーバーオーバーしてる。ユキタンかホテちゃん絶対その二人のどっちかに言われた気がする。んー、時って全然違ったらめっちゃ被害者。怖そう。ホテ、え、言ってないです。そうなん。知らんかった。え、北海道でいくって。でも兵庫もでかいから。兵庫太陽と一緒だからって言いそう。もう地球終わった。地球終わっちゃった。かわいすぎる。ホテかわいい。
木星あんなでかいの、うん、でも木星から見た私たちってどう映ってるんですかね。だからもうこんなですよ。地球の中にいるわけじゃないですか。だから地球に立ってるわけじゃないじゃないですか、うん、だからどうやってだから星からこう地球に入り込むためにはどうやったら入り込めるんだ。もどもどもみたいな。なんて言った今、ムカムカムカムってみたいな、なんかこうのめり込むみたいな感覚あるのかなって思いますね。地球のこの膜のところに入るためにはなんか1個なんかうんみたいなのが、でも雲があるから、だからそのそこじゃない、ムカムカムカの瞬間は雲にムカムカ、雲の瞬間で多分なんかね、めっちゃおもろい。待ってる、あのだから木星から見てうちらのこと、うん、木星行って行ってきて将来の夢決まった。木星って人いけんのかな。いや無理ですよ。太陽近すぎるんじゃないですか最近。近い。うん、いや近くない。どこも近いか。あれ？地球の方が近いです。地球の方が近いか。でもなんか水星には人間住めるみたいな。聞いたこと。え？太陽近ない。あれ水星じゃないか。大丈夫そう。水金。海王星？どこでしたっけ？わかんない。土星？土星？どっかには住めますよね。どこに住めるんだろう。どこだったっけ住めるの。火星か。火星。水金地。あ、もうすぐ隣だ。隣。うんうん。火星って何があるの。宇宙人いるとこじゃないですか。我々は宇宙人とか見たらどうしよう。倒れそう。うん、はあ、でもなんか見たことありそう。どういうこと。友達になれそう。ハルピマさん宇宙人と。これは褒められているのか。どうなんだろう。なんか見たことありそうな。見たことありそう。もう生活できそう。宇宙人との方が感情なく過ごせそう。楽しそう。絶対怖い。服着てほしいな。じゃないと。でも宇宙人からしたら私たちも宇宙人か。うん。どっちが未来なんですかね。っていうのを延々と頭の中で考えちゃう。だってうちらからしたらさ、宇宙人の方が未来っぽいけどさ、多分宇宙人からしたらさ、でもこっちが未来、そんな発展してって思われそう。っていうことばっかりいつも頭の中で考えてます。確かに考えたことなかった。会ったことある、宇宙人。ありそう喋ってそう。まあ友達に一人だけど、ないんですか宇宙人と会ったこととか言ってそう。みんな不思議な子じゃない。言ってそう。ナポリタンの箸突っ込んだらケチャップめっちゃ嫌な。ラー油みたいになっちゃった。めっちゃ嫌だ。ナポリタン味だそれ。あでも味はおでん。うん。ネズミのレーンに何人か並んでた。宇宙人？宇宙人並んでました。宇宙人と握手してるやん。楽しいじゃん。最高。何見てるかな。でもさ、それわかるってことはさ、自分も宇宙人？え？確かに仲間だってわかる。ポテちゃんとマサ。ってことはミーも宇宙人？ああそういうこと。確かに喋れてるってことは宇宙人ってこと。すごっ。えじゃうちもみずみんと喋れてるってこと。え宇宙人。あやばい。見てるみんなも宇宙人。あれみんな宇宙人だ。やったじゃん。みんな一緒。みんな同じ生命体。全然減らないんだけど。どう食べて、なんか前も減ってなかった。前もパスタ食べてて減ってなかった。ローソンのあれめっちゃ美味しい。
あれおすすめ、カルボナーラ、うん、生パスタ、おすすめ。あずちゃんも食べてました、おいしい、うん、でしょ。あずちゃん18期の推し、あずちゃん18期の推し、あなたは推し怖い怖い。でもわかります、あずちゃんかわいい、うん、18期とあんま交流が、17期はあれがあったかやろ、一番最初のマジミリみたいな、違う、キスバイユーとか。ハルピョンさん写真撮りに来てください。覚えてます、ありがとうございます。セーラー服、セーラー服ねセーラー服で撮りに行ってた。確かにサコユメミはね、うん、一緒にあれした運動会、おもろい、激川めっちゃおもろい。ん？ゆきりんさんがみずみん褒めてたよ。え？本当ですか？うん。嬉しい。さこゆめみ、さこゆめみってフルネームで呼ばれますよね。なんでだろう。でも聞いたの。さこゆめみに。これまでフルネームで呼ばれてきたことあるって、そしたらないですって言ってためっちゃ似てる、ないです、体こっちゆさゆさないですって言ってた、かわいい フルネームで呼びたい、さこゆめみ言いやすい、かわいい、ゆめみ、さこゆめみ、さこゆめみは恋愛中、何してんの？ただいま恋愛中で、ホテちゃんと同じポジションだから、あ、秘境か、秘境と7時12分、あ、似合いそう、てかホテが似合いそう7時12分7時12分、ミモ早くいつかやってみた。でももう新公演始まるじゃん、どうなんですか？頑張ってますよ。どうなんですか？頑張ってますよ。でも頑張ってる。え、セットリストは見た感じめっちゃ盛り上がると思う。お、期待させますねそれをそれを研究生が踊るとなると、フレッシュな感じがもっと出て、お、もっと盛り上がると思います。期待させますね頑張らねば、頑張らねばめっちゃ頑張らねば。いつか見に来てくださいね。私、はい、2月4日でしょ初日。はい、仕事なければ行きたい。やっと、だって行ったじゃん17期のあれも。そこで見つけてくださった、だからそこで誰か見つけて見つけて帰っちゃうかもしれないうちあ、怖い、私目4つあるんですよ、怖い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 よ。そうでも確かに成長した。ただいま恋愛中も見に行きたい。だって MC やばかったもん。今もやばい今もやばい今も MC 苦手なんかあーみたいなイエーイみたいなイエーイ当時の MC 今も苦手。 MC って難しいですよね。MC 難しい、わかる。エイトもめっちゃ言われてた、ね、難しいのって MC だな。エイトも MC 下手ってめっちゃ言われ続けてきた。今あんなに上手なの。いっぱい食べます。さこゆめみ。さこゆめみってどこ出身？こっち？関東？神奈川？桔梗？桔梗とは？桔梗、うん、まあ桔梗、桔梗、桔梗。そっか。いない？いる？いわする？九州がいるのか。そっか言ってた。うん。唯一が九州。エビちゃんね、エビちゃん。エビめっちゃ食べる子。え、そうなんですか。え、見る？めっちゃ知らない。
あの銚子丸さん来てたじゃん。うん、もうエビでしかなかった。エビちゃんなんだ。エビちゃん、なんか前かな、エビの中かわいすぎる中学生って感じ、うん、待って、うわやばい、エビだ、すごすぎない？しかもエビの中に一貫だけカニがいるのかわいそう、ちょっとカニがかわいそう何でもいっぱい食べる。そう、ゆいち何でも食べる。すごいっすよ、ちょっとブレてる、ブレてるけどすごくない？ゆいちのエビ、エビの量半端ない、すごい、本当にすごい。エビ7貫、どんどん身長も伸びてる、食べてるから、うん、食べて動いて寝てるからかな。いいなぁ、成長できてる。もうこれいらない。後でにしよう、うん、夜まであるから。はい、でも夜はおでんだよ。おでんといかめし。いかめしじゃこんなにして、おでんとかね、それでそうしてください。夜なんで長いんでね、今日。秋、お寿司何が好きですか？ホタテ。あ、ホタテ、ホタテ、うん、え、ホタテ好きになった、この間銚子丸さん食べて。え、食べなかったかも。めっちゃ美味しかった。食べればよかった。私サーモンが一番好き。サーモンもうまい。ブリが一番好きです。白身か。ブリうまい、ブリ大好き。あれ、ハルピョンさんでしたっけ、サーモンは白身魚なんだよって、うん、そうだよ。ハルピョンさんからめっちゃね、いろいろ教わってる。太陽がでかいことも知ったし、うん、地球より土星がでかいことも知った。うん、土星も木星も。サーモンは白身魚なんです。サーモンは白身魚なんです。知ってました、知ってましたか？知らない、多分みんな知ってます。じゃあ教えてあげて。サーモンは白身魚なんです。なんで赤くなるかっていうと、プランクトンを食べるから。その食べるものが、食べるものが赤いから赤くなっちゃった、赤くなっていくんです。だから多分イクラが赤いのもそういうこと。それは分かんない。でも多分同じ原理。仕事、バイバイ、いってらっしゃい、いてら、またね。ハルピョンさんの方が妹に見える。え前髪の有無じゃない、きっと。前髪ですよね。みゆの方が多分お姉ちゃん。前髪、前髪です。人間もそうだよ、みかん食べ過ぎたら手黄色くなるから。うん、よく言うよね。でもみかん食べてないな。ナポリタン一生減らないんだけど。さっきから食べてます、食べました、何口か。食べた、ずっと一緒な量食べ食べてる。多分なくなりません。食べてはいるんだけどね。美味しい、美味しいけど。フィッシュワングランプリで何学んだんですか？お魚天国を踊れます。魚魚魚魚を食べると、頭頭頭頭が良くなる。お魚魚魚魚を食べると、頭頭頭頭が良くなる。よし、よし、サビ、サビ踊れます。魚魚魚なんか肩を食べると、頭頭頭頭が良くなる。パパ楽しい、フィッシュは楽しかった。なんか美味しそうなものいっぱいファンの方が食べてます。うん、全部食べたよ、うちら。え？いいな。ポテちゃんが白子好きって言ってた。
食べたことない。ホテちゃんマジでなんか渋く見た目の割に渋いものめっちゃ好きですよね。ホテちゃん白子好きで、何の白子が好きなのって聞かれて、いやわかんないです、白子ですって。白子かわいい、白子って何なの、かわいすぎる、マジかわいすぎる。え、他の人にもかわいいって言うんですか。いやホテかわい、ホテさかわいいよね、なんかホテかわいい、他の人にもかわいいって言うんですか。 DD って言うんですよ、それ。 DD 推しは一人です。うん、うん、ハート、うん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 、うまい、最高。飲みますよ。飲みます、うん、どういうこと、こう伸びる、あ、伸びますね、飲みますって聞こえた。飲みません。飲めるらしい、めっちゃ美味しい、うまそう。でも減らない、絶対冷めてる、うん、だいぶ。でもナポリタンは冷めててもうまい。うん。めっちゃ伸びる。うまうま。でもすっごい口につく、靴。靴つく。口に靴。口につく。かわいい。今日ダメな日だ、言葉が変になる、いつも。え、衝撃的事実、いつも。え、大丈夫、大丈夫だよ。きなさんお仕事ですか。お仕事だって、お仕事、1時だから戻っちゃうらしい。戻っちゃうんですか、私たちを置いて、うん、どっちが大事なの。でもお仕事のためにお仕事してる。アルピオさんここにつけてるの。かわいい、ナポリタンはついた。ここにつけてた、顎はなかなかない。いや違う。つくな。口に靴、口に靴、顎に靴。顎に靴、難しい。まだマクド食べてる。あ、マクドの人間だ。どっち派ですか。マックです。私もマックなんですよ。すいません。マックなんてる。食べてるのに。食べてるのに。食べてまずよ。口に靴。聞きながら配信。うん。本当に仕事してる。聞きながら配信じゃないよ。それは無理。それは無理だ。マクド、関西の方がマクドっていう人多いそう、うん、イメージ、イメージ。でもそうなんだよ、なんでなんだろうね。確かに何なんだろう。てかなんでマックなんだろう。ちっちゃいツアーどっから来たの。だってマクドナルドじゃないじゃん。確かに。うちらが変なんだよ。確かに。関西の人たちが合ってるんだよ。合ってるっていうか。確かに、どっからちっちゃいツー来たんだろう。うん、どっからちっちゃいツーって来たんですか。なんでマックになったの。マクド教えてください。確かに。マクドナルド。うちら。そうなった。マクド。マクドナルド、なんか。海外風に言ったら変わるかなと思ったけど全然変わらなかった。海外風にマクドナルド、マクドナルド、ドナルド、
コッコと一緒。あーなるほどね、確かに。あーだコッコはさ、ココネちゃんだけどさ、ちっちゃいつどっから来たのって言われたら確かに、コッココッコじゃん。確かに。MC がマック。あー綴りらしいですローマ字の MAC。 え MC でいいの？A いらないんだ。え、マクドナルドの綴りをそんな意識して見たことがない。確かに食べることに夢中だ、うん、あったかいうちに食べたい、うん、ここマクダーノー。何それ発音小物マクダーノー。うん、やっぱ配信しながら食べるとすぐにお腹いっぱいになれる。やったダイエットでいいかもしれない配信ダイエット配信もぐもぐ食べながらダイエット。多分私はいつも早く食べちゃうから喋るからだろう、ね、ゆっくり、うん、ちょだから見てダメですよ残しちゃ。残さないですよ絶対に。全部食べますだって出てるお弁当も全部食べるうちいつも劇場。確かに大好きご飯大好き。なのに細い。いやいや、泉もう細すぎて怖い。泉も細くない。研究生みんな細い。それ言えませんからね、ハルプさん。いや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 、言える言える。じゃあ私、なんか前から見た時にめっちゃ太く見えちゃうんですよね。どういうこと？このお腹の、ここの骨が出てるから、うん、骨がゴツゴツしてるから前から見た時に。あ、横から見たら薄いけど、みたいなこと。あ、そうなんです、うん、前から見ても細くなりたい。確かに。難しいこれ食べるの。かわいいよ。あざとい。誰が一番、誰の体型に一番なりたい？もうトータル。ゆめみ。さこゆめみ。さこゆめみ。さこゆめみ。身長もめっちゃ理想だし、細さも。うんいいし、あんま見たことない。めっちゃスタイル、顔ちっちゃいし、うん、めっちゃ憧れる。だからゆめみと並んだら同じ前髪ないのに全然違くて並びたくない。さこゆめみうちジャージの姿しか見たことないもん。運動会もジャージだったし。ゆめみの隣は並べないです、ね。ゆめみって呼んでる人いなそう。先輩で確かにみんなさこゆめみって呼んでる。なんでなんだろう。多分運動会でうちらがさこゆめみって呼んでったからそれが浸透しちゃった。久保ひなのも5文字なのか。確かに。でも、うん、でも久保ちゃん、久保ちゃんは久保ちゃん。私ひなちゃん。うん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。だって自分ひなちゃんって呼ぶからだろうね。多分喋ってたらひなちゃんって呼ぶ、うん、呼びたくなるのかもしれないけど。よ、喋ったことない。じゃあ久保ちゃんかも。私も最初なんか久保ちゃんって呼んでた。うん。へえ、お腹いっぱいだ。サイゼリアみたいで言いやすい。さこゆめみ、さこゆめみサイゼリア。確かに。ちゃんひな。やっぱいい匂いするナポリタン。あ、下ゆさんありがとうございます。ちちちちちちち食べないですよ。食べてください。ちゃん食べるよ。ちちちちちありがとうございます。リップ塗ろう。そうだ、すぐに血色がなくなる。朝起きた時は私マジで唇どこかどこに行ったんだろうってぐらいマジで真っ白。唇どこ行ったんだろう。おもろい。どうですか、みずみん。みずみんのどこが好きですか皆さん。全部。ちょ、まだ戻ってこないで。ちょ、まだ来ないで。みずみんがいないうちに、いないうちに言いましょう。あ、じゃあみずみんのどこが好きですか。全部。みずみんは宇宙人だから赤い血は流れてません。おっちょこちょい。全部。やっぱり全部って言ってくれる人いると思います。全部って言ってる人しかいない。
え？大好きじゃん。それはちょっと思ったけど。見た目美人なのにおっちょこちょい。破壊神、破壊神なの。うん。何でも壊しちゃうな。横顔。画面外からの圧。見送りで必ずウサギポーズをしてくれるところなんて。ハルピョンさんの好きなところは？多分全部って言いますよ。言わないよ。言わないんですか？うん。そんな上手になってない。そんな上手になってない。でも私のファンの人もみんなツンデレですよ。そんなみんなツンデレ。ちゃんとちゃんと変に育てたから私。ほら全部で。いやもう最近最近ファンになってくれた人だからなあ、まだ育てきってない。笑顔ありがとう。やえば、ありがとう。やえば、やえば一緒なのにさ、いつか撮る絶対。やえば好きじゃないんだって。なんで？笑った時に出るんですもん。こうやってこれが可愛いんだよ。んかわいい。これプレゼント企画しようかな。でもプレゼント応募してくれます。抜くの刃って。いや、抜けないんですかね。でもなんかここの歯めっちゃ大事な歯らしくて、だからもしかしたらめっちゃ下に下げなきゃいけないみたいな、うん、痛そうっていうのも言われました。どうなるんだろう。応募はしない。でも私は別にいらないかなって、ね、え、応募はしない。知ってるから。え、だってどう、私の歯いりません。だって歯持ってどう思う。いいですよ、ネックレスとかに。どう思う。指輪の方がいいんですか。うん、嬉しいの。え、してくれてた。うん、え、嬉しいです。本当にしてたら本当に嬉しい。はい、嬉しいです。やば、大切にしてくれるのが見えの歯。本当本当。じゃあ、あげますね。何か、ね、らちょっとあの、え、置いときますね。じゃあどうしよう。どっちがいいですか。いや、あ、これ指輪かネックレスかブレスレット、どれがいいですか。あ、でもネックレスの方がつけるかもしれない。あ、じゃあネックレスにして渡します。決まった。ありがとう。決まりました。みんな欲しい。ネックレスになったやつ、あの劇場の最前の一番後ろの席に置いとくの、ね、最前の一番後ろ。最前の、あのセンターブロックの一番後ろの席に置いとくんで、ぜひやめてください。ぜひいつでも持って帰ってください。一緒に泣きます。いやだ、私は刃がなくなりたくないから矯正をしないの。あ、でもハルピョンさんの刃って可愛い刃なんですよ。まだ私こっから生えてるんですよ。どうやって生えてるの。鼻から。鼻から。ここからここに根元があって、うん、もうめっちゃでかい多分。え、でもここだよ。え、ここだよ。でもなんか触ってみ、押してみ。あ、ほんとだ。ほら、みんなここからか。刃の人、うん、歯ってみんなここからか。歯ってみんなここにあるのか。鼻からは速やかに。めっちゃおもろい。だって刃かわいいよ。刃抜かさないで、なくさないでくださいって人多い。そうだよ。ハルピョンさんぐらいの刃だったらいいんですよ。なんか出すぎてて。かわいく。やだやだ。ハルペンは刃とほくろがかわいいだって。じゃあほくろコンシーラーで隠して刃抜いたら好きじゃなくなるんですか。あ、怒ってる。重い人だ。重い重い重い。言われたくない。重い、今日も重い。言われたくない。確かに刃取ると共通点なくなっちゃう。ありますよ、可愛いっていう共通点。ありますよ。ありがとうございます。可愛いっていう共通点。地方出身。あります。ありがとうございます。でも1個なくなる。せっかく。じゃあ持ってきます。持ってたらあるから。だって私のネックレスにしてくれるんじゃないの。じゃあ割ります。お揃いですね。これで今日すぐもう一個できた。嬉しい嬉しい。お揃い。わ、嬉しい。やばそう、この人。わ、この人やばそう。
髪の毛も追加しちゃおうかな。あ、じゃああれネックレスのここの髪の毛で編んでもらって、はい、そう、ありがとう、ありがとう、あの切った前髪とか染めたことないから、ちなみに本当に生まれた時からめちゃしょうめいの髪、最高、生まれた時からではない、絶対絶対違うけど伸びてくるか最高でもですよね、すごい、ネックレスどんどん長くなっていくかもしれない、伸びる怖どんどん歯の位置この辺とかになって怖どんどん身長起こしちゃうわうちの怖すぎるね、自然に伸びたら怖すぎる、みゆヤンデレヤンデレなのみゆ、お互い、ね、抜いて交換しようだけ、いいじゃないですかでも歯から生えるよいいですね、歯から生えるよ、いいのそれで、いいですよ、歯から生えても怖い、目が怖い、やばい、怖い怖い怖いよ、助けてまだナポリタン、もうちょっと頑張ってる、頑張る、頑張れ頑張れ、頑張れ、昇格したら何したいのって聞いたらさ、ネイルしたいって言ってて可愛かった、ネイルしたいでも私爪の形太いからネイルチップとかは多分できない、爪でもネイルチップ絶対取れるよ、あ、そうなんですか、公園とか出てたら、じゃあやっぱネイルしたい、ネイルして髪の毛巻けるようになりたい、完食、えらい、だって可愛かったから、牛もう取っちゃった、取れてる、長いので切ってください、はい、すいません、ひーちゃんの卒コンまでにはまたするんですか、新しく、いや、ワンカラーで、うん、忙しいね、うん、まだまだおでんのつゆ残ってるからごちそうさましない、じゃあみゆが先にしちゃおう、どういうこと、ごちそうさまでした。早い。まだあるよ。え、お腹いっぱいかもしれない。まだささみがあるよ。これはボイトレの前に、ボイトレじゃない。あのレッグの前に食べます。楽しみ。喉どうしたの？まだあるよ。まだあるよ。まだまだ梅雨があるよ。おでん美味しかった。うん、ささみ、ささみ、ささみ、お祝いのプレゼント送りたい、嬉しい、待って、うちなんか鳥ささみだった時期ありますよね、私、え、なんだっけ、え、何、鳥ささみ、全然思い出せないけど鳥ささみだった時期があるの、うち、え、鳥ささみ鳥ささみだったんですか、そう、うち鳥ささみだった時期、知ってる人いるかな、鳥ささみだったでしたよね、あ、そう、ひき肉ですに憧れて、うん、鳥ささみ鳥ささみって言ってたそんな時期やったの、知らなかった、しかも結構最近、じゃあこれ仲間ですね、そう、仲間、じゃあ食べちゃおう、後で食べられる、鳥ささみ、鳥ささみ、アホ、懐かしい、アホすぎる、鳥ささみ、かわいい、みゆどうしようかな、じゃあ何、せせりうまい、うまい、ぼんじり好き、食べたことないです、美味しい、おちり、ぼんじりってお尻、おちり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 、でもおんじりってお尻じゃないのか、ぼんじりってどこですか、おちり、でもじりってついてるから絶対お尻、おちり、おちりですよね、あ、クリンピーさんありがとう、おちり、おちりだね、おちりだ、おちり、え、おちり食べちゃっていいの、ね、うちの再配信なんかいなくなったんだけど、みんな、えみんな、うん、なな、私もいないです、え、誰もいなくなった、みんな、おーいどこにお散歩中どこにお散歩中なの、見えてますよね、でもでもコメントはし、あ、うん、来た、あ、出てきた急に、私戻らない、ショールームおかしい、
なんか落ちりダメだったかな。落ちりか。落ちりダメだったか。落ちりのせいだった。落ちり。ごめんなさい。はるくんさんの落ちり。落ちり。私の落ちり。コメントは見れてます。みんな、みんなどっか行っちゃった。みんな、私のみんなどっか散歩に行っちゃった。戻ってきて。鳥ささみのせい。あ、みんなもいい、消えてるんだね。うちが食べた私の大事な、いやー、じゃあ食べちゃおう、みんな今食べちゃおう。食べられた、うん、食べられてしまった、ね、辛いよ。食べた、いなくなった、いないいない、悲しい、どうしよう。食べちゃった、あ、またいなくなった、食べちゃった、食べちゃった、今飲み込んじゃった、食べられた、みんなここに出します。いらない、いらない、みんな時を戻して、お腹いっぱい、あ、ほら復活した、こっちやったな、やった、私がやったねえみんなおかえり、ショック、みんな食べちゃいました、私、しばらくしたら食べるね、ちょっと今お腹いっぱいだから、あ、戻ってきた戻っちゃった、うん、ごちそうさまでした。もう22分あっという間です ね、あ、半には終わります、私も半に終わります、次に向かいます、私は休憩ですちょっと今日朝にやったやつ一緒にまたやりたいな。いいよ、何時に帰ってくるの。すぐ OK、 多分待ってる多分待ってる、多分待っててください。うちこれやろ、謎解き、え、何、謎解きやってたの、頭良さそう、え、脱出ゲーム行ってみたいです。え、本当行く、いいよ、なんかそこにありました、あ、なんかあるよね、行ったことないけど行く、やった、なんかあとなんか電車乗ってる時に脱出ゲームの広告あって、うん、脱出ゲームしてみたい、でも脅かされる系だったら嫌だ、うん、嫌だ、うちもそれは嫌だ、それだけは確認していきたい、楽しいやつにしよう、だって謎解き得意ですよね、うん、大好き、最近聞いたよね、でもできてるから、じゃあちょっと私はきっといるだけ、私はもうちょっと配信します、みんなで謎解きします、みんな戻ってきて、すぐ戻ります、早く戻ってきて、脱出ゲーム楽しいよ、行きます、一緒に、一緒に行きます、一緒に行きます、行こう行こう一緒に行きます、一緒に行く、みずみん絶対謎解き苦手だって、謎謎謎も謎解けない、なんて謎謎も謎解けないです、なんかないかな、でも全部解いちゃった、え、あとなんか最終問題みたいな、あ、ここはね行ってない、まだ絶対やだ、楽しかったよ、これはリボンを作んなきゃいけない、あ、じゃあこれがなんで人魚になるか答えて、え、どういうことですか、はい、人魚になるか、うん、なんで人魚になるか、これが答え、そう、だからこれがまずなんで西になって、え、頑張れ、チシチシシよく、あ、これでこっちも使います、ちなみに、山手線、頑張れ、リアル脱出ゲームの企画運営すごっ、西ってどっちだっけ、鉛筆左じゃない方だからこっちだ、ん、西あっちね、あれこんにちは、木、木、わかんない終わりました、わかんない、終わりました、もうわかんない、終わりました、飽きちゃう、123、あの携帯のね、8じゃん、 8と7じゃん、騎士じゃないですか、騎士は赤に入れたら木が2に変わるんです、赤に入れた、青だった、青の矢印を通した、だから812も菊なのに、おお、青が変わるから肉に変わるんです、ね、
ほうほう。そしたら黒は80152筋力だけど、黒に入れたら曜日が金が土になるんです、うん、筋力が土力になるので、はい、金が土になるので、お曜日が1日進むんです。月違う、だから金が土になったでしょ金が土になっただから、うん、じゃあ9265は何ですか。もうもう肉くぎぎご魚木魚。じゃあまず黒があるので曜日を1個進めてください。木魚の金曜日ってことは木魚は何になりますか。金になる。金魚になりますねで青に入れたら木は2に変わるので人形。わあできた。すごい。はい。すごい。頭良くなった。頭いい。え、なんでそういうのって分かる。なんヒントなくないですか。これが電話だって分かんなくないですか。あ、これはもう一個前の時に。あ、電話って。そう、電話ってなったから電話って。あ、でこれが電話だって。ここに電話って。一つ前の問題の星の下が電話だったので、うんうん、一つ前の下にあるものを思い浮かべ電話です。絶対できない。絶対できない。できないです。絶対できない。水島さんはできないです。無理だった。でも鍛え上げます。私が鍛え上げます。ええ、帰ってきた。ファンが、あ、ファンが食べたのに。ファンが戻ってきた。あと3分で終わります。この配信で初めて知的、いやいや、サーモンの話してくれたでしょちゃんとハルピョンさん頭いいんですよ。知ってました。知ってました。実は知ってました。こう見えて、こう見えて、こう見えて頭いいんです。こう見えてマサチューセッツ工科大学。どこだ。マサチューセッツ州マサチューセッツ州、ね、こう見えて頭いいんです。私できる子、できる子。でもみんなね、みんな教えるの好きな人が多いから。え、最高じゃん。何でも教えてくれます。最高じゃん。分かんなくなったら。でも一番さ早いよね。何でも知ってるんですよ。一番早いよ、ね、何でも知って、なんか知らないことないんですよ。なんで一番早い。なんでなの。うちもなんか聞くとき大体最初にインターネット出すよりウィバースで聞いた方が早い。しかも性格すごいよみんな。ありがとう。いつも昨日も一個だけ頭良くなりました。何。生きるに花って書いてなんて読むと思う。生花。私生花だと思ったんです。生花です。それは生花です。推しが正解なんで。なので推しが正解なんで、それはみんな生花です。これから生花って呼びましょう。生花なんです。私も生花って呼ぶんでってことは私のファンの皆さんも生花って呼ばなきゃいけません。生花です。生花です。だから1日1個頭良くなってる。やった。今日何。今日は木星ね。今日は木星。地球より大きいってこと知りました。木星地球よりでかい。眠くなってきちゃった、ね、でもダメ。 あなたはもう行かなきゃダメだよ、睡眠ということで寝れます。一緒に来ます。うん、行かない。ではライブランキング読みます。はい、どう。え、見えるの。え、本当だ。見る、見る、こっちで見る、はい、あ、ゆいち出てきた。かわいい。ゆいち出てきちゃった。そんなことあっていいんですかね。そんなことあっていいんですか。あ、やばい、音が反響しちゃう。あ、アラーム、アラーム、アラーム、ごめんなさい、失礼しました。私のアラーム、アラーム、アラーム出るよってアラーム。いきます。コメントだけ表示しとこう。あれ、すいません、いきますね。15位のりたまさん、ありがとうございます。食べたい食べたい、食べられる、逃げてください。14位てるてるさん、ありがとうございます。13位にっしーさん、ありがとうございます。12位かっちゃんさん、ありがとうございます。11位マジカのバナナさん、ありがとうございます。壇上やん。やった。10位パンチョさん、ありがとうございます。
9位ゆでんさんありがとうございます。8位うるちゃんありがとうございます。7位クリンピーさんありがとうございます。6位ブルーさんありがとうございます。5位淡路の黒ひょうさんありがとうございます。あー見れなくなった、あー見れなくなった、遅かった。あでも来たよ、こっちこっち来たよ。そしたらあ来たいます。4位ネタロウさんありがとうございます。3位クソジジありがとうございます。急な暴言。2位下ゆうさんありがとうございます。1位はじゅんさんありがとうございました。皆さん初めてだコラボ配信ありがとうございました。なんでやってくれないの。ありがとうありがとうございました。ということで皆さん午後も一緒に頑張りましょう。頑張って。うちらのりたまの話してたの、うちら3日前ぐらいからのりたま、そうのりたま食べたいよねって話してた。だからすごい、いつでも食べられに来てください。あーダメー。では皆さん午後も頑張りましょう。バイバイ。私配信してるんで水見いないけど、バイバーイ。おやすみずみ、バイバイ。切ります。おやすみずみ、バイバイ。切れたかな。切れたよ。ということで皆さん、こっちはやってるけど、皆さん水島は消えます。水島は別のところに行ってきます。私は、いや行かないですよ。行っても、行かない。眠たくなってきちゃったな。行かないです。眠たくなってきちゃったな。後輩民だって。後輩民です。水島美優後輩。後輩なんです。後輩度全開。先輩ぴょん、先輩ぴょん全開でお届けいたします。お届けいたします。先輩ぴょん。じゃあ18という時はこんな先輩民、ちゃんと先輩民してんの。ちゃんと先輩です。偉いじゃん。多分偉いやん。飲んだ方がいいかな。でも目にもなくつつになりますでもいい、一応1個だけでも。ではありがとうございました。またね。ありがとうございました。一応先輩の配信一応ね失礼いたしました。全然ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。気をつけてね。もうちょっといる。うん。けど喋らない。分かった。でもそしたらうちも喋んないよ。え？痛いやっぱり。じゃあ飲んで。痛いよ。いいんです。可愛いでしょ。うちの水民。可愛いんです。可愛いんです。楽しい配信だって。やったね。アルピオン一人じゃ物足りないってか。ちょっとひどい。そんなこと言わないで。みずみん面白いでしょ。うちのみずみんが、いやうちのみずみんですけど。あれ取られ、うちの水島ですけど。もっとしろもっとしろ、もっと取り合い。またね、帰ってきて。お疲れ様です。帰りますすぐ。待ってます。なんで行っちゃった。行っちゃった。寂しい。行っちゃった。私はとりあえずこの謎解きをやります。ただレッスン場が空いているので、
この謎解きがなんか一段落したらレッスン上に突します。あー落ちたよ。みんなも一緒に考えて。でも携帯なんだよね、もうこっから先は。上の都市伝説のホームページを出力した時にだけ現れるパンを3回タップしろ。上のを出力した時にだけ現れるパン、パンを3回パンないよ。パンない。テロップ消したのに復活したの。ウケろ。なんでテロップ消したじゃん。上野の都市伝説を出力した時にだけ現れるパン、パンない。パンないのにパンタップしてくださいって言われてんだけど、どうしたらいいの誰か食べちゃったかも。上の都市伝説のホームページを出力した時だけに現れるパン、パンなくない。そう、謎解きが終わってないんですよ。今から生地こねてくれる？あ、ここにパンがあるはず。ここにあるはず。え、あるはずのところにパンがないんだけど、どうしたらいいんだろう。え、あるはずのところにパンがない。なんかすごい謎を喋ってるうち今。なんかあるはずのところにパンがないので困ってます。こっちの同じページ、こっちの同じページにはパンがあるのに、携帯に行った途端になくなるパン。助けてパン。ハビオの発言が謎。パンがないの。出力した時にだけ現れる。あ、なんか来た。急にパン出てきた。パンありました。カカシのページ、カカシのページを開き、天使の残りを貼り、急にパン出てきた。ショールーム大変そう。なんか大丈夫？クリエイト、クリエイト。正解。最後の謎。手紙の中にある
ヘッドホンとスマホをつなげ、同時に JR を出現させて現れる指示を実行しよう。手紙の中にある、自分のアバターがよく透明、だみんないなくなる急に、たまに、なんで？てかみずみんすぐ帰ってくるって言ったからさ、30分後とかかと思ったらさ、まったまだだったまったまだだった、全然まだまだやん。寂しい、急に一人ぼっち。でもみずみんドボンライブもいてくれて嬉しい。みずみんのファンの皆さん、さっき言えばよかった、ありがとう。もう見てなさそうだけど、ここで言っとこう。みずみん見てくれて嬉しい。JR を出現させて、どういうこと？それがよくわかんない。そう、レッスンでいっぱい会えます。こちらこそ。え、みずみのファンの人いるの？まだ。やっほー、ありがとう。ほんとやったふり、後で一緒にやろう。JR を出現させる、どういうことだ？ゆうちゃんの卒コン同伴チケット見つかりました。やったじゃん。まあドボンはね、もうなんかね、これこうやって折るわけじゃない。かわいい。JR を出現させて、その意味がちょっとだいぶわかんない。ここ、こんだけ広いからさ、めっちゃさ、ここにさ、今さ広げれてる、嬉しい。こんにちは。JR を出現。でも昨日寝たの。めっちゃ遅い。あ、こういうことかな。あ、こんなちょっとでいいのか。え、でもつなげるにはこんぐらいだよね。無音で見てます。無音ってどうやって見んの？どうやって見んの？あ、おもろい。最後の指示を実行したときに折りしよう。折り法をしよう。折り法をしよう。こういうこと？折り法をしよう。手紙の中にあるヘッドホンとスマホをつなげてるよね。
つなげてるのに、オリホーはしなくていいんですオリホーはしなくていいんです。違うか、めっちゃ折ってる、めっちゃ折りすぎてなんかもう分かんない。ジャパンパワージャパンパワージャパンパワーです。JR を出現させようの。あ、ジャパンとパワーの R 出現させたときに。え、コンサートってどのコンサートですか？行けないの、来れないのはどのコンサート？全部来てよ。待ってるんだから。手紙を使って指示を実行するために手紙を折ってみよう。え、折ったじゃん、折ったじゃないですか。そしたらイヤホンとヘッドホンがつながってジャパンとパワーが出てきたんですけど、違うのかな。何かが折り方が違う。兄ちゃんの卒婚聞いて。もうわかんない、助けて。来て来てくれないとあるでもわかんなくて泣いちゃう。手紙を使って指示を実行するために手紙を折ってみよう。文章が隠れて次に行う指示が現れる。もっと違うの。この手紙があるんですけど、これを多分こうやって折ることでこれがつながるのでこれで合ってるはずなんだけど、地上の中にあるヘッドホンとスマホをつなぎ同時に JR を出現。それが意味が分かんない。 あ、こういうことか。え、そういうこと。めっちゃバキバキにおるけど、そうなった時。え？同時に JR。
こんにちは。足元は今迷子。私は休憩長いの。ここの今の。まだまだ休憩。なんかむしろ夜ができないかもしれなくて、そうだから今やってるって感じ。同時に JR を出現させて。昨日の続き。最後が分かんない。絶対ここは合ってるよね。違うのかな。こうなのかな。あ、こうだ。え？待って、わかった。急にひらめいた。によって JR 出た。急にひらめきました。したらエマのページの同じ形の木をつなぎます。急に天才が脳みそに降りてきた。同じ形の木をつなぎ、え、どうやってつなぐんだろう。折ってつなぐのかな。線でつなぐってこと。ひらめきました。好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんだね鈴木くん、生かした君たち見習って、僕も彼に変身するよ。僕らが好きだと叫んでも風にひらめく恋しい気持ち。で、つなぎ？つないだよ。つないだら何？つないだら何になるの？つなぎ、谷、あ、こういうことか。なんだ、谷折りしよう。こうかと思ってた。なんかこことここにイヤホンとヘッドホンとスマホがあるから、こうやって折るんかと思ったら、そうじゃなくてこうやって折ったらよかった。ここに JR も出てきた。谷折りってこうですよね。魚を谷折りしたよ。そしたら5つの9の答えが書かれているものを探して、それぞれ下の文字を順に読め。どういうこと。銅像の帽子にある正面のマーク。あ、これ写真出てきた。なんかこうなった。でこの間いっぱい回ってきたとこの写真撮った。まず
ホスクマくん。銅像の帽子にある正面のマーク、郵便マーク、郵便番号。え、これじゃないの？え、そういうこと？銅像の帽子の正面にあるマーク、どういうこと？答えが全て含まれているものを探して、それぞれの下の文字を順に読む。え、急にむずい。トーテムポールで象の上にいる生き物は、トーテムポールも見に行きました。象の上、これ何？これ何？どこまでが上？え、わかんないよ。トーテムポールで、このトーテムポールの象の上、これは何の動物ですかって言われてます、私今。え、逆に何ですか？逆に何ですか、この動物は。こちらが聞きたい。ワニだ。別角度から見たらワニだ。こうやって見たらワニだ。ワニですね。ワニ。IC と書かれた台の上にいるペンギン。足元の数字から連想できる食べ物は？足元の数字から連想できる食べ物。数字、写真撮った。え、ワニでしょ絶対。絶対ワニでしょ。15.21 からなんか連想できますか？ 15.21 いちご。え、ワニでしょ絶対。喧嘩すんの？怖い怖い怖い。ハルピョン、え、絶対ワニなんだけど。え、ワニじゃないのこれ。調べよう。え、ワニっぽく見えるよね。反対者1名もしや。え、じゃあワニでいいや。絶対ワニ。絶対ワニ。え、ワニじゃないなんてことある？ワニにしか見えないんだけど。上野動物園トーテムポール。
チンパンジーの上のあたり、横はカバ、下はアカンベーをしているトラ、ワニは下なめずり、ほらワニやん。ゾウ、サル、ワニ、ライオンなどワニやん。ネットでワニって言われてるもん。ワニや。 15.21 は動物園とは関係ない。それもまた別。竜って言ったの誰？ワニだった。帽子の正面にあるマーク、はあ、左下の絵馬に書かれているマーク、なんかこういうやつ。オタマジャクシみたいな。15.21 から連想できる食べ物なんかある？いちご1521。いちご、いちごじゃない？違うのかな。まあ一旦ね、 15.21 いちごかなと思っとこう。でこれをすべて探して、いちご15.21。 いやもう 15.21 しかなかった。 15.21 から連想される食べ物、それぞれの下の文字を読む。いちごは手かな。いや多分いちごでいいはず。ペンギンって何？ペンギンこっちにいた気がする。手帳の中、問題があるからさ、どれが今使う問題なのかが分かんない。ペンギンの下にある文字、え、ないよ何も。下にあるもの、下にある電車、誰かが覗いてる。覗かれた。
あれしていい、ついたて立てていい、さっきはみずみんといたからさ、ついたてなってたらやばいけど、ちょっとはずい、めっちゃ覗かれると、ちょっと恥ずかしい。風にひらめく恋しい気持ち、お魚天国ってあれないのかな、半券みたいなやつ、あ、これか、あった、急にどれか分かった、これを探してそれぞれの下の文字を、え、なくない、待って、それぞれの下、そういうこと、これ剥がしたらもしかして文字出てくるパターン、あ、いちごは多分いちごです、いちごがあります、え、すごい、このペンギンの下に文字が隠れてる、濡れ、なんかを塗るんだ、え、すごいんだけど、これただのシール帳だと思ってたら濡れって出てきた、すごくない、ワニの下は紙の、紙の黒く、紙の黒く濡れ、紙の黒く裏を、あと郵便ポスト、手の、え、手、どういうこと、手紙の裏を黒く塗れ、これ、え、ちょっとめんどいかも、え、すごい、文字出てきた、ことある？すごくない？ちょっとテンション上がってきた、え、すごい、なんで？ほら、イラストが出てきました、すごすぎ、あ、ちなみに1521はいちごでした、やっぱりいちごの裏になんか文字書いてあった、え、すごいけど、これめっちゃ時間かかるやつ、え、なんでなんだろう、え、どういうあれ、どういう素材使ってんだろう、これすごすぎる、え、私、え、私だけこんなに感動してんの、ただ塗ってるだけですよ、だってこれ東京駅とか出てきたんだけど、西郷隆盛さんの銅像、え、どういう仕組みなんだろう、え、すごいすごい、でも腕痛くなってきた、でも全部塗りたい、これ楽しくて、
閉まっててね、みんな。上野に西郷隆盛さんの像があるんだ。知らないや、それ。ペンギンだ。あ、これか文字。全然文字出てこないやんと思った。線路になってたんだ。これ濃く塗れば塗るほど見やすいかも。え、すごいよみんな。ねえ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 、ハルピョン感動してる今。文字出てきた。文字とかイラスト、すごっ。ただの紙なのに全然。発見。これを入れてみます、ここのサイトに。発見、送信。うお、ゲームクリアおめでとう。だって待って、めっちゃ言っちゃった答え。まあいいか。すごい。すごすぎない？ちょ、アンケート答えてる。アンケート答えてる今。わかんない、クリアしたらどうなんだろう。ちょっと今アンケート答えてみてます。いや、でも2月4日までアンケート OK って書いてあった。だから今アンケート答えたらあ、謎が出てくるってこと？あ、謎は嬉しいけど、あ、謎が出てくるんだ。謎が出てくるだけだった。機関車の景色。謎が出てくるだけでした。なんかもらえると思った。
でも謎もらえた、嬉しい、終わった。でもまだね、番外編の方はね行ってないんですよ。あと一駅だから、また時間ある時に行こうと思ってます。今終わったのは第1弾、でも第2弾も途中までやってある。第2弾ってか続編、もう途中までやってあるの。だから後ちょっと。でも私は今から覚えなきゃいけないものがあるので、ちょっとそれだけ先にやりますね。それだけ先にやって、謎のレベル的には全然いけたけど、あの体力、足がしんどかったです。一気に2つ同時進行してたからってのもあるかもしれないけど、ちょっと体力の限界を先に感じましたね。あと充電携帯もそうだし、自分の充電もそうだし、自分自身の気力と。でも楽しかった。でもまだあと一箇所回りきれてないので、そこだけまた時間ある時に、31日までに回ってクリアしたいと思います。そう、9時間分同時進行した、やばすぎ。皆さんに質問なんですけど、クワガタって飛びますよね。なんか飛ぶ生物って言われて、飛ぶ生物を2つあげろって言われて、でもクワガタとトンボとセミとカニとなんかヤモリみたいなやつがいたんですけど、えクワガタも飛ぶよねと思いながら、でも文字数的に3文字と2文字だったので、あセミとトンボかと思ったけど、クワガタも飛ぶよねと思ってそう、ちょっと疑問、それだけちょっと疑問を感じた、うん、でもそこぐらいかな。なんセミとトンボを使いたいってなったらなんて言ったらいいんだろう。クワガタは虫、え、セミも虫じゃんセミも虫だよ。先生、質問です。今何時ですか。ちょっと寒くて携帯触れません寒くて携帯触れ、14時19分ありがとう。じゃあ14時半になったら終わろう。ランキング読み始めて、いや明日もめっちゃ朝早いの。でも今日夜遅くまでなの。起きれるかな外あったかい、外の方があったかそう。でも覚えなきゃいけないやつのがあるので、それだけ覚えます。先に今日はね、夜遅いだから、私的にとりあえずなんか7時とかならね、あれはできるんだ。だから配信でもレッスン終わってお風呂入ってから寝たいから、明日朝早いから、終わって
ちょっとやるか、普通にやってから仕事行くか、どっちかですね。あ、バク転見なきゃいけないんだ。あ、そのバク転見る配信でもいいけど、夜バク転だけ見て、ありがとう、明日もじゃあ頑張るねレッスンっていう配信でもあり。うん、明日でもいいけど、まあ、また考えます。なんかね、あれを見たんですよ。なんだっけ、忘れた。フェルメールの手紙みたいなやつ。なんでしたっけ。フェルマーの料理を今第6話ぐらいまで見たんですけど、そう、料理作るやつ。そこで第1話とかでナポリタン作ってて、もうずっとナポリタン食べたくて、だから今日ナポリタン食べれてよかったです。ごちそうさまでした。フェルメールの手紙あれになってた、ノットヨットさんになっちゃった感じ。待って、コンコンってきた。大丈夫、今日はもうここ予約してるんで。みずみんじゃない、みずみんまだ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 帰ってこない。入ってます。入ってます。まあ正解か、入ってます。ミズミンっていつもまあそうね、割とあんな感じ。まあもちろんその配信ブーストはかかってると思うけど、でも割とあんな感じです。全然普段ミズミンって感じ。おもろいですよ、めっちゃ一緒にいるのおもろい。仲良ぴ、なんか会えない間に愛深めてる感じうちら。うん、前に会った時より全然喋る、もっと喋るようになる次会った時。愛深めちゃってる。会えない時間に愛を深める。週末にはキスはしてません、残念でした。残念でした。週末じゃなくてもしてません、残念でした。週末にキス欲しいよぜ、それまでお預けの家、君に走り寄り
腕の中で。あ、ショールーム名前なくなった。みんな夜配信できないかもね、普通に。うん、なんか不調、今日不調っぽい。どうした？戻ってきた。三つ違い、今年成人の年だから。そうね、三つ違いですね。ジャンプ読みたい、ぜひどうぞぜひどうぞ。このあとでもドラマも見たい、フェルマーの料理。あとちょっと、でも私が一番最近見たドラマで一番いいなと思ったのは、一番好きな花っていう4人、多部未華子さんと松下洸平さんと、今田美桜さんと神尾楓珠さんの4人が主役みたいな感じのドラマなんですけど、めっちゃいい。でも多分女子受けって感じかも水はどうだろう。なんかあの感じがすごい、なんかみたいな気持ちになるドラマで、めっちゃ良かったのでおすすめです。多部さんはデカワンコ、デカワンコ懐かしい。やばい、めっちゃ今さ水飲みたいなと思ってさ、これ手にしようとしちゃった。やばくないアルコール 70% ぐらいあるやつ、危ない、絶対飲んじゃダメ。絶対飲んじゃダメなやつマジ危ない。でもさすがに気づくと、これで、あ、違うわって絶対気づく。消毒のアルボナース飲もうとした。病院送りだよね、もうもはや。あ、消えた、みんな消えちゃった。え、もうなんか一回戻ってお風呂入れるレベルで暇なんだけど、この時間本当に。
レッスン場にシャワーってないの？え、絶対にめっちゃシャワー欲しいなって思うんですよ。私もそれ汗かいた後にすぐ洗い流して帰りたいと思うけど、でも絶対シャワーあったらここに寝泊まりする人現れるから絶対やめた方がいい。絶対ダメ、絶対寝泊まりする。みんな半？あ、半になった。終わります。ランキング読む。途中で消えるかも。1位じゅんさん、ありがとうございます。2位鉄道のエイトさん、ありがとうございます。3位バジュンさん、ありがとうございます。4位ムジカのバナナ、と推しの推しは推し、あれ消えちゃった。みんな推しの推しは推しってことは、推しの推しは推しってことは、推しの推しは推しで、推しは推しで推しですか。ありがとうございます。あ、消えてる。どっちも、こっちも消えてる。最悪だ、もうランキング読めない。うち今日ランキング読めません。あ、戻ってきた。5位マックミックさん、6位コラボアットコ、あ、間違えた、コウキアットコラボ大感謝さん、7位西くんさん、8位ディスクさん、9位ベベモンさん、10位クロケンさん、11位ロンさん、12位バージョン R さん、13位コニタイミズさん、ありがとうございます。読めました、よかった。ということで皆さん、こんなね、ごめん、お昼間に急に配信してすみません。でもなんか夜できなくねってなったんで、ちょっと昼にさせていただきました。もしかしたら夜できそうならシェアするんですけどって感じで、ちょっとできなかったら、あ、できな、やらなかったらできなかったんだなって思ってください。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハロー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9207盛り上がりの皆さんに切ってきてお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本るなでした。皆さんありがとうございました。またなんかできそうならやります、配信で。もしやれなかったら、あ、できなかったんだなって思ってください。それではおやすみじゃない、またね、ありがとう。あ、戻ってきたバイバイ、ありがとう。